はい、毎日学習会の林です。合格者の北山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、法政大学の、現代福祉学部、福祉コミュニティ学科まちづくりチャレンジ入学試験要項ということでやっていければなと思います。よろしくお願いします。まちづくりね、 SLC とかでまちづくりで出して落ちる人って結構いるんだけど、なんかまちづくりやりたいと取りたいっていうのがちゃんとこう明確なのはいいですね。なんか街づくりってのは結構割と早稲田でもまあ新志向とかあるんだけど、あれは結構共通テストで落ちたりするし、だから併願できるんだったら割とあのいいかなとか、併願先としては街づくりとかでやりたい人はいいかなと思います。で、併願専願に関して見ていくと、本学科で学ぶことを強く希望するものって書いてるから、特にその専願とかではないんですよ。なのであの全然併願できる。で、なおかつ現役生じゃなきゃ受けられないっていうふうなこともないし、あとこれ結構面白いのが、あの普通に例えば中卒だったらもう高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められるものは受けれるんですよ。これいいよね。だからあのそしたらそのさ、なんか認められる人は受けられるわけだから、あのいいことだなと。で、あの案外そういう人いるんですよね。なんかまあ普通に中卒だけどみたいな人いたりとか、あとはこれたらさ、難しいのがさ、高等学校卒業したの同等程度の学力があると認められるものっていうところに関してで、だから内申制約があるんだよ。だからそう考えるとこれをどうやるのかな、まあ、質問資格のところちょっとまた後であるので詳しく見ましょう。中卒とかっていうのはやっぱ難しいのかな。まああのこれあれなんだよね、公認が入ってないからやっぱ内申を見るから、だからそこをどう考えるんだろうっていうところはちょっとあるんですよ。3年、まあ3年1学期前だから2学期でやめた場合どうなるのかとかちょっと考えてみると、ちょっと出願資格のところまた後で見ていきましょう。で、4のところが、まちづくりで表彰されたりする人がいいですよ、参加実績でもいいんだけど、単発のボランティア参加は不可って書いてるから、なんか活動実績作りみたいなのは伝わる感じがします、ね、その普通に継続してやってるっていうことが求められるのかなとは思います。で、でもこれさ、あの公認の合格見込み成績証明書でもいいっていうふうに書いてるんですよ、調査書のところだと、で、3年1学期までの成績が記載されてる必要があるから、そうすると、これちょっと一回メールした方がいいと思いますね。公認でもいいんだけど内申は出せっていうことを言ってるわけだから、その在籍した期間までなのでいいのかとか多分ちょっと聞いた方がいい。あの結構こういうのってあのメールすると特例があったりとか、あのなんかこう経過書記でいろいろ考えてくれたりとかすることも結構あるん で志望理由書が2000字だからね、結構コストかかるでしょ、2000字ってさ、2000字の志望入試書くの大変じゃないですか。早稲田って受けた時1000字とかでしょ。1000字ですね。1000字は逆にその1000字以内にどう収めるか結構大変だよね。大変ですね。2000字あれば書きたいこと書けるからね。1000字でその他の人と差別化するにはどうするかっていうのは早稲田って言った時すごい悩んだけど、まあ、2000字あればそこの部分はそんなに問題ではないかなと思います。あとはこれ推薦書ですね、他の人に書いてもらうと800字。あとは新聞記事とかレポートとかあったりやってください。レポートを出せるってことは、これあの SLC とかで筑波の AC とかで添付書類でレポート出したのと同じやつ出せるの。だから街づくりで SLC 受けるの俺絶対やめた方がいいよってよく言うんだけど、まあどうしても受けたいっていう人で、これだったらまあ受かるかなって人もいるから、あの竹村君とこの後街づくり出してるさ、もう彼ら能力が高すぎてるからさ。だからそういうような、人はまあまあ出してみてもいいかなっていう感じはします。あとはまあ英語外部試験のスコア、これはまあ2位だから別に、2位ってことは逆に英語めっちゃ苦手でも分かんないよね。だからそういう意味で意外と英語できなくても受かるような試験多いでしょ、マーチでこうバーって見てると、あ、ここの学部って英語全然できなくても受かるんだとか、そういうのがあったりするから、で小論文の筆記があって休憩があって面接だから、ここも英語全然必要ないし、ちょっと多分ね、まあ、いわゆるその高校ちゃんと卒業してない人とかに関してはちょっと連絡した方がいいと思います、いずれにしても。で、実際どうなのかっていうところを多分、聞いた方がいいです。聞かないと分かんないからちょっと聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下の概要欄の方から LINE アットございますので、そちらの方をお問い合わせいただければなと思います。
10日間無料体験、無料相談できますので、ぜひあのこちらの下の概要欄ですね、クリックいただければなと思います。あとはあの動画ですね、あの高評価コメントをいただけると大変嬉しいので、あのぜひあの高評価コメントをいただけますように何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。